絶対に負けられない戦いがそこにある。ハンニャを招集して日本代表はカタールワールドカップで優勝できるのか。あ、びっくりした。チス。どうも。あ、ごめんなさい。あ、どうぞ。あ、どうぞ。はい。あ、チス。パカ。あ、ごめんなさい。来た。やったー。パス。うわー、惜しい。ゲス。一回川島マジ決めてくれ。まあ言ったら我々サッカー部じゃないですか。そうですよ、私も。うん、川島さんはいつからいつまで？中1から中3がっつりやっています。はい、中1から中3です、皆さん。ポジションは、フォワードとディフェンス。フォワードとディフェンスです。はい、皆さんなかなか聞いたことないと思います。フォワードとディフェンスを同時にやられてたと。そうです、そうです。さすがですね、川島さん。はい、僕は高校から、はい、あの中学校は剣道、はい、中学まで剣道やって、はい、高校から愛知県豊橋工業高校サッカー部、はい、フォワード背番号1番。おかしいんですよね。キーパーだから本当はね、はい、一番ね。しかも舐められたくないから中学校の時は愛知県選抜でしたという嘘をついていました。でもサッカー好きですから、未だにやってますから、僕はコンサルを。はい、言ったら川島君、このね、ゲーム業界の今レジェンドになりつつありますから。あ、もう川島もレジェンドなんで。はい、コンビでもよくやってたよね。そうなんですよ、ゲームいろんなゲームやってたんで、実はね。で、ウイニングレボも相当強いっていう噂が立ちまして、で、じゃあコンビで対決しようということでやったら僕は普通に勝つという。意味がわからないんですよね。はい、なんかすっげえセンターラインからロングショット入っちゃったんですよ。はい、もうその時点でもう神を俺のことをどんなことでも勝てないのか、かなりっていうのね。神は俺のことを、うん、神は俺のことをどんな形でも。そうなんです。本当にお前には何も勝ってないのか。ゲームだけは勝たせてくれっていうので、そこからウィニングゲームやってないです。ああ、そこからトラウマにあるし。はい、もうだから、約10年、8年ぐらいですか。8年ぐらいやってないです。だから今日はまあ対戦というよりかは2人で協力して。なるほど。ただ、あ、ボコボコにするんじゃなくて俺が。俺はボコボコにてめえをするんじゃなくてか。やばい、レジェンドマウント来た。え、ゲームマウント来たぞ。じゃなくて。いや、でも多分リーグオブレジェンドもよくコメントで来るんですよ。はい、今からカナダさんやったら、はい、川島さんより絶対上手くなります。絶対ならないです。もうあれだけはもう絶対ならないです。あ、本当ですか。もうびっくりしてます。いや、でもね、もう本当にもう30キロぐらいできちゃうから。あ、本当ですか。30キロ。30キロ。あ、キルできちゃいます。バロラントもそうです。もうプシュン打ち抜きます。川島さん、お酒かなんか飲まれてます。そうです、もうまだ飲み屋のカウンターみたいになってますけど。11時半なんでね。大丈夫ですか。行きましょう。ただ川島さん、今日は、はい、まあ、言ったら我々ハンニャが、まあ、チームとなって日本代表に入り、なるほど、そして、カタールワールドカップと同じ、まあ、言ったら対戦相手と どこまでいけるのかと。なるほど。さあ、ということで、はい、実際にカタールワールドカップで日本のブロック、うん、初戦ドイツということで、これすごくないですか。長友選手もいますし、中山選手、吉田選手。ちょっと待ってください。はい、何ですか、影のやつは。影のやつ見ますか。はい、どういうこと。39歳、168センチですね。あ、え、まさか。で、あなた76キロもあるんですか今。そうですね、そんぐらいありますね。痩せて。ちょっと待ってください。はい、40歳です。本当だ。でも大丈夫です。大丈夫です。まあ、川島さん40歳。まあ、ほぼ、まあ、ほぼ40。はい、ほぼ40。ごめんなさい。ほぼ40。そして、こちら。はい、金田選手36歳。179センチ。そうです。64キロ。さあ、金田選手80じゃないですか。はい。大きくなってます。まあ、でもいいです。ここは。吉本坂だったでも。そう。だからとにかく、これ見てください。スタッフさんが作ってくれました、我々を。はあ、スタッフさんから見たハンニャを。だから嬉しい。言ったらこれトップ下。俺トップ下でいいの。川島ブレジェンドさん。オッケー。で、私がセンターフォワード。日本代表になっちゃったら。ワントップ。そうです、ワントップ。ワントップきついぞ。はい、いや、行きますよ。パス出しますよ。じゃあもう向こうのドイツにさ、早速行きますか。じゃあ行きますか。え、じゃあこれ一人しか動かさないってこと。そうです。一人しか。そう、自分しか。自分しか。あ、そういうこと。うん、よし、じゃあ絶対これ勝たなきゃいけないから、絶対負けられないから。よし、絶対で負けられない。行こう。戦いが。マジで行こうよ。キックオフ。キックオフ行きます。さあ、これ能力値はどうなんですか、カナダとか、俺とか。普通です。日本で一番上手い選手。おお。あら、ありがとうございます。
さあ、コナミスタジアム100じゃない。あ、来た。あ、どこか映りますよ。え、あれ、だ、先頭誰ですか。僕ですか。え、待って、何番が何番だ。キャプテン、俺何番だっけ。キャプテン、俺。あ、じゃあもう横だ。今映ったね、キャプテン。あ、来ました、君がよ。確かにめっちゃ入ってますよ。わあ、やっぱドイツ。すごいかっこいいね。かっこいいね。確かに。あ、来たよ。あ、川島。あ、似てんじゃん、ちょっと。ちょっと、川島をいかつくしたような。すごい。さあ、俺が出てくるよ。わ、長友選手。さあ、吉田選手。似てるね。めっちゃくちゃ似てんな。めっちゃ。かな、あれ似てるか。カナダか、あれ俺かっていうか、あ、一番、あ、でも刈り上げの部分だけじゃない。ほくろつけられなかったんだ。抜かれないっすね。抜かれないな。ほくろつけた。川島ちょっと似てるな。うまいね。俺似てんな。なんか川島とジョイマンの池谷さんを合体させたような。あの二人はドッペルゲンガーって言われてる。あの二人って自分でしょ。はい。さあ、私3番でございます。私11番。柴崎選手も南野選手も心強い。さあ、行きますよ。ただちょっと本人、カナダ君の本人だけちょっとあんま似てなかった。ハンニャカナダ賞なのにカナダかってなっちゃう。ほくろなかったんだ。ほくろつけたらカナダなんだよ。あと俺ちっちゃくなかった。なんかみんながでかいんだよね。俺150センチぐらいしかなくなかった。178だから。シュミット選手とか190ある。そうかそうか。さあ、来た来た。このカーソルの人は俺だ。行きましょう。 OK OKオッケーオッケー。うわ、くそ。あー、ナイスショ。何してんだよ。プレスプレス。バツバツ。なかなかな。え、バツ。ボール持ってないとき、味方が持ってるときに多分バツをしたら要求できる。全然くれないんだけど、こいつら。おー、来た。おー、誰。来た。やったー。変わってない。ナイス。今俺じゃない。俺でしょ。伊藤純也。俺、来た来た来た。俺です。ほら。うぜ。もう目立ちたがり屋の2人がハンニャで挟んでて。うぜ。伊藤選手をハンニャで俺って。すげえ、ドイツから得点すげえよ。伊藤純也が、うわー。ほら、ほら。伊藤選手とハンニャ。伊藤選手とハンニャ、俺。お互いに、まあ、みたいな感じになると。ちょっとジェラードの西本みたいな。俺。奥さんになってる。よしよしよし。いいよ。OKOKOK。ナイス。へーへーへー。パス。こっちこっち。一貫パスしてくんないんだけど。へーへー。なんなのこいつら。ほんと ?OKOK。OKOK。いいよ。いいパス出したよ、俺。ナイスです。パス。内側。サイドへ。OKOK。なんで組んないんだよ。おー、惜しい。あー、パス組んないんだよ。正直俺ら全然参加できてないけど。パス組んない。いや、俺ここに行ってんのにさ。パスくんねんだよ、ニアでもいいじゃん。いいよいいよいいよ、これで中入れて。うわぁ、オッケー、来た。オッケーオッケー。ヘイ川島、サイド。ワンツー。はい、走って。オッケー、来た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 よ。体力がない。ナイス。うわぁ、中でもいいか。超平凡。中でもいいか。むちゃくちゃ前にいた。うわぁ、ナイス。うわ、危ねぇ。鳥肌。いいよ、1対0。さあ、前半1対0。何もしてないけど、あのドイツに1-0です、皆さん。よし、体力戻ってろ。よっしゃ、プレスプレスプレス。スライディング。オッケーオッケー。スライディング。オッケー、ナイス。やばいやばい。あ、危ねえ。あ、何やっている。何をやっている。ディフェンス集背が全然違うね。でかいな、やっぱ。勝てない。危ねえ。あー、やばい。オッケーオッケー、2人で。はい、オッケーオッケー、ナイスナイス。あー、ファール取られちゃったよ、俺が。見て、この位置危険だよ。見て、この位置危険。おー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 。こんな猿みたいなやつ。こんなやつだっけ、俺。顔見せてくれよ。すごいな。こんなやつだっけ。なんか、俺こんなやつだっけ。これ、末広がりずの南條じゃないよね。南條も似てるって言われるやつ。ちょっと南條感が強い。強かったですね。はい。やばい。ナイスナイス。オッケーオッケー。あー、この位置怖いよ。誰ファール、うん、ここね。ここそうそう、足行ってよかった。この後行ってんの。あ、遠藤ね。いや、ナイス遠藤。あれあれ、南條さん。俺か。オッケー来た。オッケーオッケー。来た。うまい。
うわー詰めて詰めて、くそ今めっちゃスルーパスうまくなかった。いやいい、へへ、なあ、めちゃくちゃいいんだけどね。いや形としてはいいよ。シュートまで持ってたらいいね。オッケーいいよ、来た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 、へえ、なか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 足遅い、なかなか後ろ後ろ戻した、なんか、うん、オッケー、いけ、打て、うまい、うわうわ、勝った勝った勝ったの、日本日本すごい日本日本すごい、何もしてないけど 1-0 で我々何もしてないですけど勝ちました。伊藤純也がすごい、伊藤選手素晴らしい、で勝ったね、マジか。この前半ね、これこれこれ、ここで伊藤純也選手のクロス、そうで、ここで伊藤純也、うわー、ほんでもう我々駆け寄ってきますよ。ハンニャが後ろから金魚の糞みたい、はい、俺俺俺俺伝説のハンニャと伊藤選手の西本さあ素晴らしい。いやこれかなり勝ち点差ものにして、これ雲泥の差ですよ。シュートも勝ってますからね。え、どうや、 5.5、 あ、悪いか。いや悪くないよ、 5.5 ももらってんだから。富安選手、吉田麻也選手と勝ってるからね、俺ら。そうだよ。うわ、スペイン勝ったか。うわ、4-2できた。いや、でもいいよ、全然大丈夫ですよ。だってドイツに勝ってるから。え、コスタリカが2か、OK、はい、コスタリカへこんでるから、あのメンタル的にもね。さあ、来たよ。さあ国内の負担も多分これ、これね、高まってる。そうね、だでも、さっきより攻撃的になってるからいいんじゃない、こっちも。そうフォーメーションが。お、カナダいますよ。今、はい、カナダ映りましたね。あ、来ましたよ。これ来ますよ。あ、はい、かっこよくなってきたな、ちょっと。南條さん。いやいや、南條さんだな。あ、久保君も似てる。久保君もすごい、ね、伊藤選手ね、助かった。あ、柴崎選手めっちゃ似てんな。めっちゃ似てる、みんな。いや、めっちゃ似てんね。いや、今マジで我々ウハウハだから。2002年のワールドカップで優勝したブラジル代表ぐらい盛り上がってるから。誰ですかこれ。はい、私です。今ひっきりなしに LINE が鳴ってるからね。我々はいろんな人からドイツに勝ってるやん言うて。なんで関西弁なの。これちょっと我々下がろう。あの下がる。中盤2人ちょっとしんどいから、運動量も。さあ行きましょう。点をやりなきゃいけないから、攻撃的にも。オッケー。さあ、それはそう、半夜ツートップ。それそうだよ。さあ行こう。オッケー。おお、わ、いきなり入れてきた。立て立て立て。いい。オッケー、来た。どけどけどけ。取れる取れる。うわー。俺も行く。プレスプレスプレス。プレスプレス。プレス。コスタリカプリス。プレスプレス。そうすコスタリカプリース。オッケーオッケー。エディビスプラプラ。やばいやばいやばい。やばい、超オフサイドだし。あ、やばいやばい。やばいやばい、何してんの。どこいたの。もう喋れないし、どこにもいないし。エディビス、エディビス。あ、やばいやばい。オッケー。サイドも走ってる。何やった。何してんだよ。何だったら言ってくれよ前に。いや、一回落としてもう一回前に走ろうかなと思った。ナイス、うまい、来た、なかなかなか来たよ、俺一番いい。うわ、来た来た来た、ヘイヘイパス、うわー惜しい惜しい、めっちゃ惜しかった。めちゃくちゃいいボール。今コンビのね、今コンビプレーよ。オーケーです。オーケー、へー、一回戻して戻して。へー、何やってる、何やっている。くそー、久保君カナさんにくれないです。そう、全然久保君くれない。子供たち世代。そうだよ、久保君。でもずっとほら、海外にいたからか。ピラメキの見てない。ブラジルやってないよね。いやいや、ずっと日本にいたんだよ。あ、違うわ、もう。そうだよ、スペインにいたね、確かに。スペインやってなかった、ピラメキの。スペインやってないです。なんかボールくれないんだよ、久保君が。ちょっといい感じじゃない。オーケー、いくぜ。オーケー、やばい、セカンドボール取られて。いや、ちょっと待って、カナダ、自分のあの青いとこ見てる。あー、危ない危ない危ない。今出てたからいや、危ない。へい、なかなか、むっちゅうなか。いや、めっちゃいる、めっちゃいる、なかなか、めっちゃいる。久保、久保くん、外。おい、来た。うわうわ、全然くれないな、子供たち世代なのに。お、言った。川島、カビラさんに言ってもらったじゃん。言ったじゃん、俺が。川島って。川島って言った。いや、もう終わる終わる。オッケーオッケー、このまま行こう。もういいよ。引き分けでもいい。1点で1点。1点。1点で1点やばいよ。スペインだから次やばいから。
へへ、なかなかなかな。なんかきついでしょ、それ。へへ。わーっと、わー。いやー、ちょっとしんどい試合だったね。いやー、コスタリカに 0-0 はまずいね。いやー、ちょっと強かった、コスタリカ。強かった。でも惜しいシュートあったよね。あった。コンビからのパスで、この、はい、これこれこれ。川島から来た。さあ、これ川島から。あ、じゃあこれから。ここで俺がここで決めたかった。これなんで決めなかったから。うわあ、ちょっと惜しい。あ、ドイツ勝った。うわ、団子だ、団子になった。やばいやばい。じゃこれしかも 1-0 だからちょっと見てみよう、どうなんだ。あ、日本1位。あ、日本1位になってる。そうか、だからコスタリカ負けてるから。よし、今1位だぞってことは、コスタリカなんで、まあドイツが勝ちますよ。そうか、ドイツ勝ったらってことは6点でしょ。じゃあスペインに勝たないとやばいわ。引き分けだと。あ、じゃあ負けなかったらいけるわ。もし負けたら、マジ集中しよう、ここ。もし負けたらいけないってこと。いけるか、コスタリカが勝ってば分かんないです。いや、コスタリカ勝たないな。ここで絶対に俺らでゴール決めよう。 OK。 ほんで決勝トーナメント出場。多分あのルミネとかで、うん、あの流してますよ、多分。ハンニャが日本代表。そうだよね、吉本の各劇各劇場で流れてるし、お笑いファンもう本当に半には2人とも入ったんだってなって、吉本総出でライブビューイングとかやってるから、俺らのゴールを求めてるわけよ。え、俺ら吉本興業所属なんだ。そう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 、うん、OK。 なんだそれ。へい、さあ始まったぞ。いつも通りやればいいんだから。オーケー、緊張感。へいへい、 OK。 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 OK。ナイス、オッケー、いいよ。うわー、落ち着いてる。ナイス。なかなかなか、逆逆逆いる、逆いる。オッケー、来た。いや、無理だそれ。あー、いやー、いや、いいよ、形はできてるよ。惜しい惜しい惜しい。あのスペイン相手に形はできてる。いいね、いいよ、いつも通りの型で。立った、立った、オッケー、オッケー、ナイス、いった、うまい。いいよ、中入れよう。なか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 、ニア出るよ。中、遅い、中、へーへー、中、持ちすぎて、持ちすぎて。なんで、なんで、なんで、何やってる、何やってんの。オッケー、誰もいないじゃん。オッケーオッケー、このセカンドボール、シュートシュートシュート。へーへー、サイドサイドサイド、これだいぶ走ってる。よし、ほら、オッケーオッケーオッケー。へーへー、いいプレスだ、いいプレスでいただきました。ありがとうございます。いいプレスでいただきました。いいプレスいただきました。4カメラから、いやいや、こっから行こう。で、体力回復するから。よくやってるよ、よくやってる。よし、マジ行くぞ、どんどん前衛的に。あー、やっぱ帰ってきたか。うぃ、オッケー、取れる。え、やばいやばいやばい、ナイスキー。オッケー、ナイスキー。さすがゴンザさん、ナイスキー。いいよ、ナイスキー。へへ、立て立て立て、来い、来た、ナイスナイス、来た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 、いけ、いやー、なんで今めっちゃ今良かったじゃん。めちゃくちゃコース良かったじゃん。おい、危ないぞ、そこのパス危ないぞ。やめてくれよ。うわ、うまい。うわ、うまい。危ない。やばいやばい。中中中足りない。戻ろう。やばいやばいやばい。うわ。うわ、ナイス。戻して。おい、誰にパスしてるんだよ。何だよ。おいおい、何をやってるんだよ。本当に日本代表かよ。オッケー、来た。いっけ。うまい。いっけ。いっけ、川島。マジ決めてくれ。ふざけてるよ。ふざけ倒してるよ。何なの今の。何今の。歴史的、歴史的クソシーンだよ。日本代表の歴代に残る、決めろよ川島。日本一度ひっくり返ったよ今の。なんだ今の。今のどうやったら、なんだよ。ドリフだよ今の、本当に。そうそう、所属吉本の大ボケかましてきた。じゃんじゃん。おお、まあ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 。手を挙げてるぞ、川島が。え、突破決定？喜んでるぞ。突破したの？あのスペインに。おっと、これは同点だから、そう、確定ですか。ドイツが勝ったんです。ドイツが勝った、勝ちました、決勝トーナメント出場。すごい、スペインが行けなかったってこと。ついに我々予選リーグを突破しまして、これから決勝トーナメントに。ハンニャが招集された日本ポン代表、行きます。ギリアウトだよ今。
決勝トーナメント。さあどうだ、はい、どうなった。うわっ、うわあ、いいんじゃない。カメール、うわ、ポルトガルとウルグアイいるじゃん。ウルグアイ、ベルギー、デンマーク。あ、でも向こうじゃなくてよかった。ブラジルにドイツいるわ。こっちの方がいいよ。フランスもいるもん、向こう、うん、よし、あるんじゃないマジで。これ決勝、カメールの方あるよ、これ。決勝トーナメント突破したが優勝じゃないからね。そうだな。ほっとするなよ。皆さんも見届けてください。カメルーンに、アフリカ勢に絶対に勝ってみせます。すごいことになってるから今日本が。あのスペインと引き分けて、はい、スペインがグループリーグを敗退するなんて誰が思った。普通に考えたらドイツスペインってなったでしょ。なりますね。これは今これとんでもないこと。吉本にひっきりなしに電話かかってきた。そう、今お互いの YouTube も世界中で。え、お前まだ俺出しのやつやってるの。そう、出し合ってる。出しやりながら日本代表もやってる。マジでサッカーで。やば。で、俺は犯人カナダ賞この合間に、練習の合間に撮ってる。たまごちやったりとか。でも、そう、たまごちやってるね。そうそう、とかこの合間にやってるの。たまごち、そう、やってるし。いや、集中してよ。眉毛サロンも行った後だから綺麗よ。綺麗。うん、ほんとだ。舞台もやってね。シーシャもやって。舞台もやって、お芝居もやってんだよ。大変だよ。めっちゃ大変じゃん。映画も撮って大変な中、キャプテンで。日本代表で。そう。よし、行こう。行こう。さあ、俺らトップね。いいよ、いいよ。もう攻撃。攻撃型で行こう。左に。オッケー、来た。中。打って。いやー。うわー。マジかよ。うわー。完璧だった、今見て。完璧だった、今。右サイドで。いや、俺もいいんだった、縦に走って。ポスト、ポスト。そう。で、パスした、ここで、うわー、うわー、惜しい。もう本当にさ、スペイン戦でもそうだけどさ、大事なとこ外してくれるよね、本当に。でいいシュートだった、今。うわ、くそ。ファール、オッケー。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス、オッケー、オッケー。いいよ。ナイスファールだね、これ。あ、これは。これ、どういうこと。自分から当たりに行ったぞ、今。結構ね、舞台とか立ってるから演技派だから。演技派です、さすが。映画もできてる。あ、これがカナダ賞だ。そうそう。うわ、やばい、やばい、やばい、足が強い、やばい、体が強い、やばい、ファールショー、ファールショー、ファールショー、ダメだ、ファールショー。オッケー、オッケー、オッケー、攻める側としてはあえて流れた選手を取りに使って他の選手が…シュート。うわー、おい、いや、めちゃくちゃいい形よ、今。いや、よかったよ。うわ、オフサイか、ちょいオフサイか。オッケー、オッケー、まあまあまあ、前半はね、いいんじゃない、攻めてるよ、これ。いや、めちゃくちゃ、だってシュート1本も打たれてないの。よし、体力がなくなってきた。よし、プレス、プレス。わー、危ね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 ー。オッケー、オッケー、来たよ。パス、来た。いやなんで俺キーパーに打ってるじゃん。俺キーパーに打ってるのかな。これは、これめっちゃうまい。堂安選手、そう、うまかったな。ここのほら、完璧。うわー、真ん中じゃん。へーへー、全然パスくれないよ、ここ。おーい、誰、南野選手は2人を信頼してないです。全然南野選手、南野選手も行くね。だったら決めてくれよ。なんだよ。やめましょう、川島さん。冷静に、頭クレバーに行こう。たく全然くれないんだが。やばい、めっちゃ疲れてるわ。かわいい奥さんで。行こう、それ取り行こう。取れるよ、取れるよ。軍軍行こう。危ない危ない危ない、これ危ない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 、あー、やばい、やばい、クリア、クリア、クリア、おい、おい、何やってる。これはどうした。なんで、何、そのさ、コミュニケーションが取れてなかった。これで、あー、で、ここで、うーわ、うわ、最悪、悔しい。日本がいられそうなゴールだな、今。いや、これマジで、もう狙っていくぞ。何やってる、そういう雑なんです、やめて。後半戦でしょ、もうやばいね、これ。もらえる、もらえる、フリー、フリー。何やってる、何やしてんだ。誰か行かないと。行かないと、行かないよ。うわー、もう行くか、俺も。オッケー、オッケー。時間ないっす。うわー。くそ。これは悔しい。ちょっともう一回やらして、カメラと。そんなことできるの。できる、できるっちゃできるんですけど、どうなんでしょう、それってありなんですか。あり。
もうこの際絶対優勝したいから。ないだろう。いやもうマジで行くから、ここは。いいんですか。うん、行こう。やばい、危ないよ。おーい、オッケーオッケー、そろそろ前歯前歯、へえ、いいぞ、いいぞ、来たぞ、いいボールだぞ、頼む、みなみな、いやーばー、当たろう、おいおい、当たり行けって、当たり行かなきゃ、なんで当たらないの、なんであのスペース与えちゃうのよ。おー、来た、オッケー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 、蹴ろう、大丈夫大丈夫、危ない、おい、なにこれクソじゃん、こんな終わり方でなにこれやばい、腹痛い、なんだよこれ、何も言ってない、俺ら何もやってないじゃん、俺ら何もやってないじゃん、何これ、チンプレー、あ、多いって多いじゃねえんだよ、多いじゃねえんだよ、生きてきない、吉田選手、これ待って、ちょっと待って、生きてきない、いやー、面白すぎる、ちょっと待って、ちょっと待って、払いだ、あ、危なかった、払いだすぎる、生きてきない、ちょっと待って、こんなことが起きていいじゃん、あ、分かった、何これ、ふざけんなよ、おい、ちょっと何が起きたかみんな見届けてくれ、ふざけんなよ、とんでもないことがあったよ、さあ、問題のシーン来ますよ、そろそろ、オンゴール、さあ来た、これひどいな、この角度じゃないな、この角度じゃない、多いじゃない、いや多いじゃないんだよ、いやまさかこんな結末になるとは、最悪だよ、自分たちはどうしようもなかった、これは、いやベスト16、ベスト16だね、まあベスト16ということで、検証結果、ハンニャが招集され日本代表に入りカタールワールドカップに出場したら決勝トーナメント出場、ベスト16でした。とにもかくにも吉田選手どんまい、おつんこ、高評価とかなんかあのチャンネル登録とかなんかあのよし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 